屋外型展望施設、スカイプロムナードから望む名古屋市中心部左から、大名古屋ビルジング、名古屋ビルディング、ミッドランドスクエア展望デッキ42階スカイロビー、日本初のダブルデッキシースルーエレベーター、ミッドランドスクエアは、愛知県名古屋市中村区名駅にある、トヨタ自動車の超高層ビルである。高層棟のビル固有の郵便番号は450から 62XX。 ミッドランドとは中部地方の意味で当初の設計では JR セントラルタワーズと同じ高さになる予定であったがさらに2メートル高く変更され中部地方で最も高いビルとなった日本国内では第7位の高さである屋外型展望施設スカイプロムナードがあり44階は220メートル最高階のデッキの高さは約230メートルである 外部から各オフィスへの宅配サービス及びビル内の書類運搬等の物流管理システムをヤマト運輸が一括して行っている。2008年12月に東海旅客鉄道が名古屋市バスターミナルと松坂や名古屋駅前店などの入居していた名古屋ターミナルビルを高さ最大260メートルのビルに建て替える計画を発表し、当ビルの高さを超えて 中部地方で最も高いビルの座を譲る可能性があったが、その後、その設計が最大220メートルに変更されたため、その可能性はなくなった。掃除業費戦国の大企業にグループによる共同ビルであるが、市街地再開発の補助金を受けている。地上階と中層部のスカイロビー、最高層である42階を結ぶダブルデッキエレベーターを導入している。 このエレベーターは、字のごとく上下2階建てのカゴで構成され、地下1階、地上1階、地上23階24階、地上41階42階のみ停車する。仕組み上、上下両方の扉が閉まらないと昇降しない。すでに、六本木ヒルズ森タワー内のアカデミーヒルズへの直通エレベーターでも取り入れられているが、ミッドランドスクエアでは、 外の景色が楽しめるシースルー型である。この地は1937年に高架化されるまでの国鉄名古屋駅の構内であった。そこで、それぞれのビルの持ち主である、トヨタグループ企業である、トヨタ自動車が主体となって豊田、再開発計画が発案、実行され、ミッドランドスクエアの建設が開始された。それに伴い、 トヨタグループは廃業した旧名古屋とホテルの跡地を買収してセンチュリートヨタビルを事前に建設した。これはトヨタビルに入居していたトヨタ通商の名古屋本社を高級的に移転させるためであった。毎日新聞社も日本経済新聞社名古屋支社の旧社屋を取得し中部本社を一時的に移転させた。その際には中日本工業の直営映画館移転も行われた。 JR 名古屋駅とは、名駅通りを挟んですぐで、信号を渡り徒歩約1分で、名古屋駅桜通り口、名鉄名古屋駅に行くことができる。近鉄名古屋駅は徒歩数分程度。近年、名古屋駅周辺は、高層ビルの建築が進んでおり、かつて、トヨタビルに入居していたトヨタグループの総合商社である、トヨタ通商の名古屋本社として、 センチュリー・トヨタビルが2002年12月に、名古屋鉄道と中部で遠トヨタ自動車の共同建設で、名古屋ルーセントタワーが2007年1月にそれぞれ、施行された。また、トヨタ自動車と、親密な三井グループの三井不動産が、名古屋モード学園と共同建設をした、モード学園スパイラルタワーズが2008年3月に、中部経済新聞社と名古屋鉄道、 東和武道産の三社による中継ビル及び第二中継ビルの再開発計画で名古屋クロスコートタワーが2012年7月にそれぞれ開業した。さらに第二トヨタビル建て替えプロジェクトに伴い跡地に豊田通商及び豊か通りグループが入居するシンフォニートヨタビルが2016年6月30日に竣工。 これらの塔は武道山単独所有ビル4棟を地下で結び、天候などに左右されず、人々が回遊できる地下通路、地下環状ネットワークが同ビルにも設置された。商業棟地下入り口商業棟の外観ミッドランドスクエアシネマハット AB ミッドランドスクエアソリューション竹中公務店2016年7月5日閲覧46階から45階へ 下りスロープの回廊が設けられている。スカイプロムナードの受付は42階にあり、44階、46階へは、エスカレーター、または42階と46階を結ぶエレベーターで、登る。通常の屋上にあたる44階には、バーベキューレストランがある。名駅、シンフォニートヨタビル開業時期と出店内容を明らかに。名駅経済新聞。 http://meieki.keiza.biz コロンススララッッシシュュ i スラッシュヘッドラインスラッシュ2273スラッシュ2016年7月5日閲覧。ありがとうございます。